そろそろエアーシリーズの最新版出るんじゃないのかなって実は思ってたんですけど、まさかこんな進化するとは思わなかったです。皆さんこんにちは、岡田和人です。今回ですね、 DJI から新しいドローンが発売されました。その名も Air 3です。いや、僕もね、そろそろこの Air シリーズから、最新作出るんじゃないのかなと思ってたんですけども、ついに登場しました。この Air 3ですね、なんといってもカメラ一気に進化しまして、見てわかる通り2眼カメラに変わっております。で、2眼カメラに変わることによって、今までの広角カメラとで、なんと3倍ズームと、カメラを切り替えながら撮影することが可能になったわけです。ドローンでズーム機能そんなにいるって思われるかなと思うんですが、やっぱりこう撮影してて、広角カメラで撮ること非常に多いんですけど、やっぱり人を撮影するとかってなった時に、結構人に近づけたくなってしまうものなんですね。でその時に、この3倍ズームがあることによって、そこまで近づけなくても撮影することがもちろん可能なので、僕としてはめちゃくちゃ嬉しいです。近づけずに撮影できるっていうことは、それだけ、落下とかぶつけてしまうとか墜落っていうリスクを軽減することにつながってくれます。これは正直めちゃくちゃ嬉しいです。2つ目の大きな進化っていうのは、Air シリーズ初の全方位障害物検知システムですね。これがついに搭載されました。今まで、Mavic 3とかファントムっていうものに関しては、全方位がついてたんですけども、少し、コストパフォーマンス的に少し低めに作られてたこの Air シリーズには、全方位ではなかったんですよ。ついに全方位まで搭載できるようになってくれました。これもめちゃくちゃ嬉しいです。こちらもやはり、ちょっとしたミスによって落下するっていう恐れを結構軽減できるかなと思うので、もうもはや Mavic 3とかこの Air シリーズですら、落下する可能性っていうのは非常に低くなったんじゃないかなと思います。ちょっとね、安全に撮影できる要素が増えてきているような気がします。またバッテリーも進化してまして、かなりバッテリー重たくなってます。で、今まで Air シリーズって、30分前後飛ばせれるかなっていう状態だったんですけど、なんと、このバッテリーになって46分最大飛行時間となっております。15分ほど増えたわけなんですけど、これだけでもかなり、ありがたいです。飛行時間が伸びるっていうのは、どんな環境でもやっぱり嬉しい進化ですね。さあ、いかがでしょうか。ざっとAirシリーズ紹介してきたんですけども、正直ここまで進化するとは僕も思ってなかったので、驚きとワクワクが、すごいんですけど、実際ですね、これからドローンを買おうかなとか買い替えようかなっていう方も多いと思うんです。で、いろんなドローンあるけど、じゃあ実際どれを選べばいいんだろうと思われると思うので、ちょっとざっと比較要素をしたいかなと思います。じゃん、これがちょっと前ご紹介させていただいた、Mavic 3 Pro ですね。やはり、ここまで行くとかなり高額なドローンになってしまいます。ちょっと選ぶコントローラーによってまた全然値段が変わっちゃうんですけども、そうですね、もう極端な話、やはり Mavic 3 Pro、プロっていう名前がついているわけなので、やはりプロ仕様の映像制作とかに、非常に使い勝手がいいドローンになってます。もちろん全方位の障害物検知と、バッテリーも非常に長持ちするし、カメラもね、3眼までいってるので、非常にカメラの機能を切り替えながらの撮影っていうのも、こなせれるドローンになってます。ただやはり先ほども
お伝えした通り高額なので、本当にドローン映像を主軸とした映像制作っていうのをされている方は、まあ、Mavic 3ちょっと頑張って手に入れてもいいかなとは思うんですが、まあ、今回ですねこの Air 3の登場によって大きく変わってきたのが、 Air 3でも全方位の障害物検知できるようになってて、で2眼、広角と3倍ズームの切り替えが可能っていうこともあるので、無理して Mavic 3 Pro じゃなくても Air 3でも十分、綺麗な映像制作っていうのは可能かなと思います。で、なのでまあ、そこまでドローン映像を主軸としてませんよと、地上カメラの方もしっかり使ってるし、で、味付けとかちょっと飛び道具として、ドローン映像っていうのも、微妙にこう差し込むよ、ちょっと差し込むよぐらいであれば、正直頑張りすぎずに Air 3でも正直十分じゃないかなと思います。僕は、そうですね、映像制作においてあんまりこう気兼ねなくと言いますか、無茶しすぎず気軽にやっぱドローン映像というのを楽しんでいただきたいので、そういう意味では、ある程度の、コストパフォーマンス、いいコストパフォーマンスを持ちながら、高画質な動画が作成できるというこの Air 3も非常におすすめです。今回 Air シリーズ、ご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。手軽に購入できる価格で、しかもかなりのグレードアップがされた今回の Air 3ですね。僕は、めちゃくちゃおすすめなので、ぜひよかったら使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。また、DJI からですね、製品が出た場合、こういうレビューとかも上げていきたいなと思っております。応援よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。コントローラーも結構進化してるんですよね。悩ましいところです。